はい、まず天皇杯の惨敗から、まあ、自分たちはどういうバスケットをしたいか、どういうチームでありたいかっていうところで、もう一回見つめ直すきっかけに、なったかなというふうに思ってます。まあ、その勝ち負けもちろんあると思うんですけど、まあそのまあ、全てのゲームもちろん勝ちたいっていうのはありますし、ただ、まあ、その中でそのまあ、勝ちだけを目指すんじゃなくて、やっぱりそのゲームの中の節々でやっぱり本当にやっぱりお客さんたちに喜んでもらえるような、そういうバスケットをやっぱりキングスは求められている。そこにやっぱりゲームその価値がある、内容に価値があるっていうふうにやっぱり思ってるんで、まあ、そういった部分、今日はその見せ場っていうかディフェンスでそのビッグマンに対してガード陣がトラップかけて、でローテーションうまくいってターンオーバーとか、まあ、そういう見せ場少しでも見せられたかなというふうに思いますし、まあ、それがやっぱり自分たちがこう、なんですかね、こう、まあ、弱気を助けてっていうような、まあ、そういう横綱バスケットじゃなくて、まあ、みんなで、戦うとか、ウィークポイントをみんなで消すっていうような、まあ、そういうバスケットっていうのは、まあ、少しは見せれたかなというふうに思っています。まあオフェンスに関しては、まあ、ターンオーバーちょっと前半多かったんですけど、まあ、後半そこ修正して、で、ウィークポイントしっかり攻め続けられたんで、まあ、ちょっと、なんですかね、レイアップ落としたりとかあったとは思うんですけど、とはいえ、まあ、ウィークポイントしっかり徹底的についてまあ、オフェンスは、うん、悪くなかったんじゃないかなというふうに思ってます。ただまあまあ、ファウルトラブル、ビッグマンがあって、まあ、ローテーション難しくなった部分はあったんですが、その中でヒューが、ロング、ショーン・ロングのところ、まあ、体張って守ったり、ショーン・ロングから、ペイントの中でスコアしたりって、まあ、いいところ見せてくれたんで、まあ、ああいうやっぱり、人数少なかったかもしれないですけど、まあ、本当にチームの、なんですかね、こうメインじゃない選手でもこうやって相手のメインに対してこうプレーができてる、できてきたところっていうのはもう本当にチームにとってプラスになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあ今日ね、ミニツが短かった選手がいると思うんですけど、まあそれでも、12人全員使いながらのゲームで、まあね、これからどういう状況になるかわからないですけど、まあ、12人ね、まあ、ゲーム使いながら、ね、いい選手っていうのを後半にしっかり残していて、勝負どころでまたいい選手クロージングできるようにしていきたいかなというふうに思っています。はい、以上です。お疲れ様でした。坪波恵です。今ちょっと話の中でその、まあ、傲慢さっていう話をされてたと思うんですけど、はい、まあ、やっぱ今日も8連勝になりまして、まあ、天皇杯前も7連勝ですごい状態良かったと思うんですけど、はい、まあ、それもあると思うんですけど、改めてその傲慢さがこう生まれてしまった要因っていうのはどんなところだと思いますか。実際やっぱりいい状態では来てましたし、天皇杯までいい状態で来てたし、準備も、うん、まあ、たらればはあったとは思うんですけど、じゃあ手抜いてやってたかっていうわけでもなかったし、だからこそ余計に自分たちがこう、なんていうんですかね、うん、戦えるって思って、勝てるって思って行ったところにやっぱり一番落とし穴があったのかなって、勝てるっていうんじゃなくて、やっぱりもっとチャレンジャーな気持ちで、もっと貪欲に相手をやっぱり、なんていうんですかね、こう叩きに行くっていうぐらいの気持ちっていうのはやっぱりなかったかなっていうのは正直、うん、自分たちがチャンピオンチームとしてなんか乗り込んでしまってた感がちょっとあったかなっていうのは正直。逆にこう、まあ、インテンシーのかけ方だったり、インテンシーの部分を削られるようなやっぱり戦略を彼らは取ってきて、でその僕たちの見せ場がやっぱりなかったので、ファイブのところでずっとボール一回支配して、そこからのプレー、もう今日も実際千葉さんがやってたようなことを大阪さんを入れてきたんですよね。
クライスを上げて、僕たちのボールプレッシャーとかディナイで封じに来て、インテンション上げさないようにしたんですけど、ただ今日はそこの5円のビッグマン頑張って、ある程度やっぱりボールディナイ張って、で、そのボールポジションというのを、まあ、この上げさせて、で、ディナイ張りやすいようにはしてたと思うんですけど、ただ、それをやっぱり自分たちはその試合の前からもっとちゃんと気づけたことはできたかなと思いますし、試合中にもそう自分たちがなんであれうまくいかないなっていうところをもっと早く、うん、修正できたんじゃないかなっていうふうに思います。でただあとはこのシューター陣が、まあ、いてスペシャルな選手、まあ、富樫選手と鈴木選手がいた中でやっぱりそこにこうなんていうんですかね、フォーカスしすぎてる部分はすごいあったなっていうのは正直あって、もう少しなんていうんですかね、なんていうこう、ボールもらわす前とかの判断っていうのをもうちょっとちゃんとやらないと、最初からなんかそのボールから見え切ってプレーしてやられてるケースがかなりやっぱり作られてしまったんで、うん、それをやっぱり試合の中で簡単にもっと一つのプレーで簡単にもっと一つ一つ修正できる、うん、ようにしないといけないなというのは正直、うん、感じました。今そのディナイのところでちょっと戦術的な話になっちゃいますけど、はい、まあ、今日も八幡戦もそうですけど、今日もショーン・ロム選手がまあ、カーク選手とトップで1対1になったりとか、はい、ね、まあ、足のところ狙われるんですよね、はい、あのあたりも、まあ、これからなんかどんな風に対策、うん、そうですね、いやでもそこですよね。それでじゃあ3ビッグやめんのか、うん、っていうところになると思うんですよ。で3ビッグがまあいい時もやっぱありますし、うん、ただそこのやっぱり僕らそのハイポジションにいてっていうのが、まあ、やっぱアレックスのところはなかなかこう難しくなってきてるのはあるんで、やっぱりちょっと考えないとマンツーだけでは難しいかなっていうのは正直今日試合終わってからはい考えてますね。で、まあ、ゾーンにしないといけないかなとか、うん、まあちょっと、はい、そこは、はい、この、ね、何試合かでちゃんと解決できるようにしたいなと思います。はい、そうですね、まあ、相手チームに、まあ、ポイントポイントでこう連続得点が、まあ、あったりして、まあ、自分の感覚的にもう少しこう点数を話せる場面はあったかなと思うんですけど、まあ、ちょっとで良かったかなというところです、はい、さっきちょっとこの連続でこう点取られる場面もあったという話があったんですけど、なんかそれはどのあたりが今この課題感、特にディフェンスのところなんですけど、どんどんこう修正していかないと感じます。なんかこう連続得点の種類もいろいろあると思ってて、でこう、まあ、ここからチームの約束ごとで僕の本当僕の肌感覚というかの部分ではなんか今日、まあ、イ・ヒョンジュ選手が確か入ってきて、まあ、点数たくさん重ねてましたけど、まあ、ああいうやられ方というよりもなんかゴール下を2回連続やられるとかっていうのがやっぱり、あと、まあ、同じ3ポイントのやられ方をするとか、それが2ポジション続くっていうことをやっぱりこう優勝を狙っていく上ではまだまだ自分たちは改善しなきゃいけない部分かなと思っているので、そこの部分ですかね。なんかまあゴール下決められた後にスリーポイントとかそういうことではなくて、本当になんか似たようなプレーを連続でやられるっていうのはやっぱりまだまだ改善が必要だと思います。僕らがこうもっともっとアンテナ張って、はい、やっていかなきゃいけない部分かなっていうのを肌感覚で感じています。天皇杯の後にそのゲームプランというものと、あと自分たちで直すものみたいな、なんかそこのどっちもなきゃいけないっておっしゃってましたけど、はい、今おっしゃったのがやっぱりコート上の5人で解決しなきゃいけない。あ、それもあると思います、はい、そのむしろそっちの方が強いかなと思いますね、はい、コート上の5人でそのもっとこう工夫しなきゃいけない場面はもっともっとあるなっていう、そこら辺をコーチ任せにする、スタッフ任せにするんではなくて、スカウティング任せにするんではなくて、もっともっと自分たちでやりようを探ってそれを実行していくって、しかもそれをもっと 早い段階というか、やっぱりこう試合終わって、まあ、正直やっぱりああだこうだ言えるんですよね。あの時はこうすればよかった、でも試合はその時に
修正できるのか、自分たちがアジャストできるのかに、やっぱりそこが一番肝なので、もっともっとこう、アジャスト力、アジャストするなんかこう瞬発力みたいなものは、残りのゲームで培っていけたらいいかなっていうところです。はい、ありがとうございます。はい、まあ天皇杯の自分自身の悔しい敗戦からどれだけ本当にこう、まあ、内容の前にやっぱり勝ちに対する姿勢というか、まあ、そういうものをどれだけ見せられるかという、自分たちが試される試合だったかなというふうに思うんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、本当に試合内容としてはやっぱこう反省するべき点もあったとは思うんですけど、まあ、それでも最低限自分たちのやることをやれたのかなというふうに思っているので、まあ、こういう、タイミングでしっかりこういう試合をして、まあ、次につなげることが大事だと思って、はい、もう一回この土日、自分たちの、ことができるようにまた準備していければいいかなというふうに思います。はい、以上です。お疲れ様でした。そこは波です。天皇の圧倒だと思うんだ。まあ、この個の力としてやっぱり大きな個の力って必要という、まあ、趣旨の話されてたかなと思うんですけど、まあ、今日そのあたりの景色がすごい垣間見えてる気がしたんですけど、そのあたりも今日やっぱり意識あったんですかね。そうですね、やっぱり特にね、やっぱチャンピオンシップもそうですし、天皇杯みたいな一発ゲームもそうですけど、大きな試合になればなるほど、まあ、この間の天皇杯、まあ、また天皇杯の話をするのなんですけど、やっぱりこうスカウティングもある中で、自分たちとしてはズレができない中でどう攻めていくかの時に、やっぱりその個の力っていうのは絶対に大事になってくる。まあ、それがなんていうんですかね、自分たちで仕掛けるのとそういうシチュエーションになってしまうのでは全然違うものがあると思っていて、やっぱりその部分で打開できる強さというかタフさがないとやっぱり勝っていけないなっていうのは僕は感じたので、まあ、そういう部分ではもうこの1試合に限らず、やっぱりこれからの試合、自分がやっぱりこう立ち向かっていかなきゃいけない点かなと思っているので、はい、そこは自分としてはこう意識強くやっていきたいなと思っています。天皇杯からに思ってもらって申し訳ないんですけど、中3日で今日迎えましたけど、何か岩村さんからチームに話したことってありますか？そうですね、僕がなんか個人的に何か言ったことっていうのはないんですけど、でも試合の中でもそうですし、まあ、客観的に見ても試合を通してもそうですけど、やっぱりこう今の現状のチームっていうのはやっぱりビハインドを背負った時の立て直しが効いてないっていう部分は僕としてはあると思っているので、まあいかにそういうシチュエーションにしないかっていうのも大事ですけど、まあ、そういう時にこそ、まあ、今日はそういうシチュエーションがあまりなかったのであれなんですけど、まあ、そういう時にこそこう、もう少しやっぱ我慢強くじゃないですけど、タフさじゃないですけど、まあ、そういうものがやっぱ必要だと思っているので、まあ、そういうものは何て言うんですかね、口で言うのは簡単ですけど、やっぱりそういう部分は自分がやっぱりこうプレーで見せていかなきゃいけない点かなと思っているので、まあ、こうそういう意味でのコミュニケーションを取りますけど、プレーで見せるっていうところをすごく僕は大事にしていこうかなと思っています。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは241でした。